はい、どうもカードショップ山本屋の山本です。いつも動画を見ていただきありがとうございます。毎日18時に MTG 関連の動画をアップしています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録と高評価グッドボタンよろしくお願いします。はい、本日紹介するデッキはこちらです。ツイッターでね、ほっぺプニマルさんに教えていただいたフラッシュタイミングで不快をお届けするフラッグというねデッキになります。キーカードがね、このアカデミーの伝承師、まあ、あとフェアリーの嵐や、ここら辺になるんですけど、このアカデミーの伝承師がね、かなり特殊な能力で、2マナ23のクリーチャーで各プレイヤーのドローステップの開始に、そのプレイヤーは追加でカードを1枚引いてもよい。そうしたなら、その、このターン、そのプレイヤーが呪文を捉えるためのコストは2多くなるというね、カードなんですけど、まあ、フラッシュの呪文で、ドローの前であったり相手のターンであったりそこら辺で唱えることでね、マナコスト払わんと毎ターン2ドローしていこうというねデッキだと思うんですけど、前にこれ動画にしたかな、アカデミーの伝承師でデッキ組もうと思って、フラッシュのデッキ組もうと思って動画にしたかどうか覚えてないですけど、かなり難しかったね。ちゃんと組めんかった記憶がある。もしかしたらボツになってるかもしれないですね。だからまあちょっと興味あったんでね、早速、作ってみました。この銀の精査もね、まだ多分一回も使ってないのかな。まあ、ここら辺もちょっとどんな感じになるのか。アーティーもね、そこまで使ってないんで、まあまあ、ちょっと使ってみたいカードも多いんで、早速ね、コピーさせていただきました。それではランク戦で回していきましょう。さあやっていきます。はい、プレイ。さあ7枚でキープ。打ち出してターン終了。この止まり方はもうサーバーですか、サーバーの応答を待ってますですか。本当多いな。きついな。こんなにね、この頻繁にこれ起こると勝率が上がるわけがないんですよね。普通に結構重要なとことかでも起こるんでね、結構きついんですよ。さあ嵐矢出して言っちゃいけねえに捧げさせに来てほしい。トンズラでかわす。リリリアのは何か単知る。ただ反動が弱い。さあトンズラでかわす。
ハンドが弱い。泣きそうなぐらいハンドが弱い。気合の更新かなんかですかね。ハンドが弱すぎて泣けてくる。こんなん出したらなんか地獄見そうだな。何にもないしな。行くか、伝承師。そもそも出さないと勝てないわ、これは。もうね。ハンドが腐りまくった。絶望将来。シオドレッドか。シオ違うの。はい。さあ冥府の掌握。いや、いいですね。スタートアック。ターン終了。さあ、これで少しだけチャンスが出てきた感じはあるか。ちょっと待ってよ。はい、OK。染みついた短デキ。違うな、切り崩し捨てるか。まあそれは仕方ねえ。間違えた。さあどうなの、うず。さあ殴っていく。なかなか2枚目引かないです。さかき消し。さあダック。ターン終了。なかなか2枚目引かないです。さあフェアリーのアラシア。さあ短デキ。
さあ伝承紙2枚、ターン終了。さあカード引いてこない。さあ雲散霧消。さあうちの侵入者強いですね。ターン終了。激重やん。さあカイト捨てます。お、引きましたね。ついに引きましたね。これでほとんど何も唱えられんはずなんですけど、もう激重ですね。さあ銀のせいですか。これはもうアーティ出していくか、否認の方がいいか。さあ否認。さあ実行、実行。さあダック、ターン終了。お、カード引いてこない。リディアナか。パフェアリーの嵐屋。さあ嵐屋生贄に捧げます。はい、 OK。 さあ銀の精査 X に。まずカウンターが絶対欲しいよね。さあアタック。ターン終了。避難の道、ああもうアーティーで行って
でも1点届かんのか。いや、アーティでいいか。さあ、キナの道を打ち消します。背を出して殴っていく。はい、対戦ありがとうございました。7枚でキープ。これはなかなか厳しいな。もう除去してくれたのはありがたい。これはいい引きですね。ターン終了。何としてもアカデミーの伝承士をね、着地させたいところだよね。まだ確実ではないね。もう一個青マナ来てくれれば。ん？お相手土地が止まってるな。ターン終了。フェアリーの嵐屋。かき消し。さあ、当たった。ターン終了。これが悲しいよ。何が悲しいってこれ。これが本当に悲しい。島が来てくれないとさ。ターン終了。やっと島が来た。とりあえず殴ります。アカデミーの伝承士。さあ、かき消し。ターン終了。着地はするんだけどさ。青マナ立ってないからトンズラが構えられない。やばいよ、なかなかの泥試合。まあ、こいつ一回生きて帰ってくれば。ターンもらいます。さあ、追加でカード引きます。もちろん。さあ、殴っていきます。アタック。ターン終了。
はい、オッケー。さあ、冥府の掌握。さあ、トンズラはさせない。さあ、追加のカードも引きます。さあ、アタック、ターン終了。さあ、トレイリアの恐怖。さあ、染みついた端的カード1枚捨てる。うーん、まあ、ここ捨てるか。はい、さあ、サイクリング。さあ、染みついた端的。さあ、カード引きます。さあ、5、6でアタック。はい、対戦ありがとうございました。さあ、7枚でキープ。ああ、終了。ああ、終了。不吉なトゲ刺しか。さあ、燃焼者出してターン終了。引かないか。セオルか。まあ、ちょっとダメージ食らいますけど。ないかな。ターン終了。冥府の掌握。トンズラ。
否認の方が良かったかな。ちょっと悩むところですね。うん、ディアナが来た。ハンド捨てろか。さあ、アタック。お相手は引かないね。に。させたくないね。ウンサー無視を。まあもう今切り崩しも効かんし、まあまあハンド捨てさせてくるかどうかですね。いましたね。まあ沼あるんで別に。さあカード引きます。アーティーがこれはめっちゃ強い場面ですね。ターン終了。アタック。ターン終了。さあ、かき消し。サイクリングしていきます。さあ、染みついた端的切り崩し、まあ、切り崩し一応もらっとくか。さあカード引く。殴る。さあ回避。これカード引きます。はい、対戦ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ブラックということで、ね、アーティーいい感じですね。強いね。うん、あとアカデミーの伝承師がなんかいい感じに使えるデッキですね。自分で作った時なんかすごい微妙だったんでどうしようかと思ってたんですけど、あとこの銀の精査思ったより使いやすいな。はい、まあ、バランスが非常にいいデッキですね。はい、アカデミーのね伝承師好きな方はぜひ遊んでみてください。
ほっぺプニマロさんありがとうございました。さあ、それでは今回ここまでです。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。